ガメラ。ガメラは、大英、元、角川が1965年に公開した特撮映画、大怪獣ガメラに登場する架空の怪獣の名称。大怪獣ガメラ以降も続編、及びガメラの登場する映画作品が継続的に制作されており、これら全作品を総称して、ガメラシリーズと呼ぶ。東方のゴジラシリーズと共に、日本の怪獣映画を代表する。 作品群である。本校では、シリーズ全般、及び、キャラクターとしてのガメラを解説する。ガメラシリーズは、倒産以前の旧大英時代、再建して、徳間グループに入っていた大英が制作した、時代、俗に言う、平成三部作、角川グループに入った大英が、称号を変更した角川ヘラルド、角川映画時代の三つに区分することができる。 旧大英時代のガメラは東方製作のゴジラシリーズの大人気を見た当時の各映画会社がこぞって誕生させた怪獣映画作品群の流れを受け誕生した一般的な知名度はゴジラの方が高いもののガメラは亀特有のユーモラスなデザインや飛行能力など独特の個性を持つまた大英時代の配役にはバイラス以降必ず外国人の少年 美妙の家族が登場し、主人公である、日本人の少年と共に冒険するという特徴がある。誕生秘話としては、当時の大英社長、長田正一が、飛行機から見下ろした島の形が亀の甲羅に似ていた、ことにインスピレーションを受け、大英の怪獣は亀をモチーフにすることとなったと、いい逸話がある。ただ、P プロダクションのサギストミオの証言によると、亀が、 甲羅に引っ込むと火を吹いて空を飛んでいくというアイデアは、ガメラ以前の1962年に、サギスが企画を温めていた SF ドラマ、ソップの第1話の脚本で登場する。ストップは、結局、制作費の問題で没企画となってしまったが、サギスによると、東方の他に、大英にも、企画の売り込みを行っており、このアイデアが、ガメラに活かされたと述べている。 特馬書店グループ下の新会社として再建された大英は当時の特馬グループによるメディアミックス戦略の一環としてゴジラに対抗し得る特撮映画を制作することを検討。その結果、前述した通りの人気を持っていたガメラに着目し新作の制作を決定した。こうして制作された新たなガメラはそれまでの怪獣映画にはないリアリティを追求した。 脚本と大胆に CG を導入した映像が話題を呼び大ヒットを記録した。これにより往年のファンだけでなく新たなファンの獲得にも成功し、引き続き制作された2作品と合わせて後に平成三部作と呼ばれ、当初の構想通りゴジラに被験する怪獣映画としての地を不動のものとした。また平成三部作によってすでにヒットメーカーとして知られていた。 金子修介、本編だけでなく、特撮を担当した、樋口真嗣の名も世に知らしめることとなった。なお、定年齢層も視聴する、ゴジラシリーズ他の一般的な、日本製怪獣、特撮映画と比較すると、高果音付きでジンが食べられる、一般市民が襲われた量の出血を伴って、死亡する、見えかした死体が描写されるなど残酷なシーンが見受けられるが、これは監督の金子が、 本シリーズの対象年齢を小学校高学年あたりとしていることによる平成三部作完結後しばらく休眠期に入ったカメラシリーズであったがライバルと言うべきゴジラシリーズが2004年をもって一応シリーズの完結を迎えたことでテレビ特撮番組からのスピンオフではない純粋な特撮怪獣映画の新作が見られなくなることを危惧したファンから再び ガメラシリーズの復活を求める声が高まった。大英自体も2002年に角川書店に営業権が譲渡され、その営業権をもとに新たに株式会社角川大英映画が設立された。角川大英は後に角川映画に称号を変更し、同社は徳間時代とは違った形でのガメラ復活を検討。その結果、2006年には新作ガメラ映画。 小崎勇者たちがメラを制作、上映した。2015年10月、ガメラ生誕50周年記念として、ウェブサイトが公開され、YouTube にて、記念映像、ガメラが公開された。この映像は、石井勝人が監督し、男児の子役とその父親として、工藤勘九郎が出演した。第十八回東京国際映画祭日本、映画クラシックス部門でも、 ガメラ生誕50周年記念スペシャル映像を上映予定である。ガメラは映画以外のメディアでもテレビゲーム化されたり、パチスロメーカー、ロデオによってガメラ、オーガメラ、ガメラハイグレードビジョン、ガメラ ZS と合計4台のパチスロ台が生み出されている。巨大なカメの姿をした怪獣、甲羅の表面は鱗のような重なり合った形状になっており、 下顎の左右両端から大きな牙が一本ずつ上に向かって生えている。血液は緑色である。本物の亀のように頭や手足、さらには尾までも凍らないへ引き込める。手足を引き込んだ位置から火炎を噴射し、その推進力を利用して、大気圏内はもちろん宇宙空間でも飛行できる。手足を引き込んだ四箇所から火炎を噴射しつつ、 UFO のごとく回転して飛ぶ場合と、後ろ足の部分から後方に火炎を噴射し、前を向いたまま飛ぶ場合がある。平成作品では、膝や肘からのジェット噴出で飛行している。最高飛行速度は、マッハ3以上。昭和作品では、比較的ゆっくり回転して飛行していたが、平成作品では、付近のヘリコプター等の飛行物を不安定にさせる。 突風が生じるほどの超高速で回転する。また、作品が進むごとに戦闘的な体に進化するという、設定も加わった影響で、昭和作品のように足を引っ込めるだけにとどまらず、2では腕を平たく伸ばして、飛行機の翼のような形態に変化せられる。3ではその腕を稼働させたり、足の部分からは、ヒレのようなものや、長大な尻尾を稼働させることで、 さらに機動性を高めたほか、進化によって、甲羅の縁が鋭くなっており、回転飛行しながら切り付けるように体当たりする、攻撃も見せている、詳細は、身体的特徴及び、フォルムの変化を参照。昭和作品では、口からの火炎放射と怪力、噛みつきなどのほか、周囲の岩や建造物を武器として使用することもある。平成三部作では、火炎の代わりに、 プラズマ火球を発射するほか、肘の骨が爪のように変化した、エルボークローが追加された。また、ガメラ大怪獣空中決戦では、超劣火球、ガメラ2レギオン襲来では、究極超劣火球、ガメラ3邪神覚醒では、爆熱剣といった多様な技を見せている。詳細は、攻撃技を参照。ガメラを含むガメラシリーズの怪獣は、ゴジラシリーズや、 ウルトラシリーズなどの作品に登場する怪獣と比べると、設定上の体重が非常に軽い。昭和シリーズで監督及び特撮監督を務めた湯浅のりは、ガメラとゴジラやウルトラ怪獣との差別化として、ガメラを日本足で立たせず極力四足歩行などで、這わせたり、流血描写などで、動物性を強調したとしたと述べている。平成シリーズでは、 終始直立二足歩行で移動している。エスキモーの現象に語られた北極の氷の中に眠る古代の怪獣。一説にはアトランティス大陸に生息していたとされる。国籍不明の原爆搭載機の墜落により閉じ込めていた氷が割れて覚醒。南化して最終的には日本に上陸、破壊の限りを尽くす。当初は凶暴な怪獣として描かれているが、 子供に対しては、有効的な面も見せている。一度は、Z 計画と呼ばれる作戦により、巨大ロケット内に閉じ込められ、地球から火星に追放されるが、ロケットが小惑星との衝突により破壊されたことで、解放され、地球に再来する。第二作、大怪獣血統がメラタイバルゴン以後は人間に、対して、具体的な敵意を示すことはなく、 エネルギーの摂取時以外にはほとんど出現しなくなるが、侵略者や怪獣によって、子供が危機に陥るような事態が起こると、どこからともなく現れて、子供たちを救っていく。このように基本的には悪役だった第一作でも、子供を助ける場面があり、大人向けに制作した2作目を除く3作目以降は、一貫して、悪の怪獣、侵略者を打ち倒す正義の怪獣。 子供たちのヒーローとて描かれる。昭和ガメラ最終作、宇宙怪獣ガメラでは慶一が逃がした石亀が成長し、ガメラになったような描写があり、タイジグラマでのガメラとは別個体とする説もある。同作で、宇宙海賊船座の運号に特攻してからの消息は、不明。タイ、ジャイガーにて、全身レントゲン撮影した際、青海メにそっくりと言われていることから、 昭和カメラの世界にはカメが存在していることが判明している。口からの火炎放射以外に外観に似合わぬ運動能力と怪力を誇り、体を串刺しにされるほどの重傷を負っても戦闘を続行する生命力を持つ。しかし、ジャイガーの容体に寄生され、血液を吸われた際は混沌してしまい、人間がジャイガーの容体を排除した後に体内に電気を、 供給することで復活した。傷を負った際は、水中で休息を取ることで傷を癒す。弱点は低温で、劇中でも冷たい温度に弱いと言われ、自衛隊の冷凍爆弾でも短時間活動を停止している。バルゴンの冷凍液には火炎放射も通じず全身が凍結してしまったが、自然解凍と同時に火炎放射を行い復活するなど、 生命活動を停止させるには至らなかった。甲羅は環境で大抵の攻撃は跳ね返せる。実際の亀と同じく敵に攻撃されると甲羅に各部を引き込んで防御を図ることも多い。しかし、バイラスの頭には貫かれ、串刺しになってしまう。バイラスはこの状態でガメラに倒されている。また、議論に何度も切りつけられ、流血してしまったこともある。 水に浸かっていた後で顔の傷と共に回復。宇宙怪獣、ガメラでは流血していない。ジグラのヒレでも表面に傷をつけられている。海中にいたため、傷はすぐに収まっている。熱をエネルギー源とするため体内に火力発電所のような組織を持ち、マグマ、高圧電気、石炭、石油、ウランを常食とする。炎そのものも吸い込むようにして食べることができ。 初期の段階では発電所や火山活動が活発な地域に出没することが多かった。熱エネルギー目当てに噴火している火山に自ら飛び込むこともある。火器を用いた攻撃などは逆に吸収してしまう。また、バルゴンの二次光線を狙うこともある。公式ホームページでは玉ねぎ、人参が嫌いな食べ物と表記されている。着ぐるみは第一作のもの。 第2から4作のもの、第5から7作のものと、合計3種類ある、宇宙怪獣ガメラは飛び人形のみ。スーツアクターは、荒垣照を、2から4作目、泉梅之助、5.6作目。便宜上、平成3部作の設定を継承する自主制作映画、ガメラ4真実のガメラについても記述する。スーツアクターは、真部直明、鈴木潤。 ガメラ大怪獣空中決戦。以降、1、大橋明、ガメラ2レギオン襲来。以降、2、福沢白文、ガメラ3邪神覚醒。以降、3。基本的には昭和ガメラ3作目以降の悪の怪獣を打ち倒す正義の怪獣や、Z 噴射をして空を飛行することができる等の設定に準じているが、昭和ガメラの 北極の海に封印されていた U い設定から古代文明の技術を利用して生み出された生体兵器であり長らく岩礁のような状態となって眠りについていたという設定に変更されている主な技も火炎放射からプラズマ火球に変更され外見が昭和ガメラよりもより生物らしいリアリティな外見になっている休息期間中に戦闘的な体に進化して 外見が大きく変化していくなど、大幅な設定変更や追加がなされ、従来のシリーズとは全く異なった新たなガメラとして描かれている。作品全体の設定や演出は、子供との関わりや嫌いな食べ物の設定など、低年齢向けとなっていた昭和ガメラに対し、平成版では、環境破壊、マガタマや石碑などの古代の歴史に関わる物品の登場など、 劇場公開当時の現実世界における古代の歴史、実際に起こっている問題や出来事とリンクした大人向けのリアリティを意識した設定や演出が目立つ形となったが、敵怪獣の攻撃などで倒れても子供の祈りに共感して力を発揮したり復活する様子も描かれた。体格に関しては昭和カメラよりも大きく、設定年齢も大幅に増加している。 歩き方に関しても、昭和カメラの這うような四足歩行ではなく、シリーズを通して、直立二足歩行である。人間に換算すると三十点零という驚異的な視力を持つ。基本的な特徴は昭和カメラとさほどの違いはないが、三部作通して姿は異なる。これは、長期間休息する際に体質改善を行い、体をより先頭的に進化させているためであり。 作品が進むにつれ、外見だけにとどまらず、能力に変化が見られるようになっている。はるか太古に滅亡した超古代文明によって、ギャオスを倒すために、甲羅状の器に地球の生命エネルギー、マナを集めて作り出された一種の生体兵器とされ、環境への適応や、自身の戦闘能力の向上のために、短期間で進化する能力を持っている。 基本的に地球を守るために行動しており、守るべき対象は人間だけに限らず、すべての生態系、ひいては地球そのものとされており、生態系を破壊し、地球環境に害をなす生物を倒すためならば、市街地や人命に被害が及ぶような、激しい戦闘を行うことも厭わない。このことが、3において、アヤナに恨まれる要因になった一方、逃げ遅れた子供や人々を、 ギギャオオスののやレギオンの襲撃から透けたりするる。こともある、あ平成三部作の世界に玄武の伝承は存在するものの、亀の先祖に相当する生物が恐竜と同時期に絶滅した設定となっているため、ガメラは怪獣と呼ばれることはあっても、巨大なカメといった表現で呼ばれるシーンはなく、カメという単語も一切使われない。原生動物のカメという概念そのものがないため、 劇中この設定に触れるシーンはないが、3の劇中では、斎藤正明のデスクの上に、陸亀の置物が置いてあるという矛盾が生じている。コンビナートに墜落して、大爆発に巻き込まれたり、レギオンプラント、相対爆発時に炭化してしまったり、敵怪獣に、瀕死状態に追い込まれたりしても復活しているが、これらはいずれも、人間の祈り、特に子供の祈りが鍵になっている。 登場人物の一人、草薙アサギとは、精神的な更新が可能になっていた。一時は、ガメラが受けたダメージがそのままアサギに伝わったり、負傷した箇所と同じ箇所を負傷したり、ガメラが、傷の回復のために眠りにつくのと同時に眠りにつき、ほぼ同時に目覚めたりするまでに強かったが作品が、進むにつれ、その傾向は徐々に弱まっていき、二の中盤でと大いたような描写がある。 この精神更新には、岩礁状態で海を漂っていた、ガメラの甲羅から発見されたマガタマが重要な鍵となっていたが、二でのガメラ復活時に、アサギの持っていたマガタマは砕けている。三では、これと同時に、他のすべてのマガタマも砕けていたことが判明した。アサギは、ガメラは、人間との交信を断ち切ったと考えたが、三の登場人物である、倉田信也は、ガメラの再生は、 人間の祈りによってなされたものであり、ガメラはまだ人間とは完全に離れてはいない。それこそがガメラの弱点という見解を見せた。ガメラ三者深覚醒劇中の序盤で、平坂彩菜の悪夢に出てきたガメラ。G1 のギャオス襲撃の際に両親を亡くしたことで、ガメラを逆恨みする彩菜の夢の中に登場し、より一層ガメラへの憎悪を増させる要因となった。 スーツは G2 ガメラの回収版で G3 の姿に準じて、とさかが大きく、甲羅の側面がトゲトゲしくなっているほか、眼球は白目のみで皮膚がただれたようになっているなど、まがまがしい容姿となっている。恐ろしい行走に見えるのは、ガメラの墜落に巻き込まれた両親を、ガメラに殺されたと受け止めたアヤナの像をによるものであり、イギスによる、 精神干渉の影響でもあることが示唆されている、両の海馬隊は、イリスとの融合未遂を、異常に肥大化している。当初は粉塵越しの不鮮明な姿であったが、終盤で、イリスに取り込まれた、アヤナが見たのは、現実のガメラとは全く違う姿であり、ギャオスとの対比から、アヤナに真実を気づかせた。スーツアクターは、同じく g にガメラを演じ、 本作でイリスを演じた大橋明。スーツアクターは佐々木俊則。様態の撮影には本物のケズメリクガメが用いられた一部 CG。1973年と2006年の個体が登場。前者はアバンガメラと呼ばれる。後者は本作の主役であり、作品内で孵化し、卵を見つけた藍沢徹によってトトと名付けられた。 最初は、トールの手に乗るほどの大きさであったが急速に成長した。なお、鳴き声は変更されている。平成に入って四作目のガメラは昭和ガメラ。平成三部作のガメラとは異なり、三十三年前、百七十三年に相当、大量のギャオスに街が襲われるシーンから入る。昭和ガメラのように、人を助けるため自ら怪獣に挑むという設定に、 なっている。また、平成三部作のように子供と共感して力を発揮するシーンも見られる。ガメラとは生物としての名称であるが、本作ではガメラにトトという名前が付けられている。ガメラが文明の産物ではなく、子供とガメラの成長物語であるということを強調している点も以前とは異なる部分である。この作品では、 アバンガメラは一切飛行しておらず、ととも妖体時の空中浮遊や回転ジェット飛行を見せても、音、後ろ足だけを収納したジェット噴射飛行形態は披露していない。ガメラ生誕50周年記念で角川が制作したプロモーション作品のガメラ、オール CG で表現されている。東京に襲来したギャオスの群れに立ち向かい、全滅させたが、その10年後に現れた。 新たな敵に対し、再び現れて立ち向かう。昭和シリーズを昭和ガメラと呼び、平成シリーズを平成ガメラと呼ぶことが多い。また、平成ガメラ3部作と新生版といったように、平成版はガメラ三者新覚醒で区切られ、それぞれ別のカテゴリーとされることがある。第7作は、第2次永廃配給。第9から11作は、東方配給。 第12作は、小畜配給。別冊、コロコロコミックに掲載された、平成ガメラ3部作の伊藤和則脚本に基づく、コミカライズ版、公開に先立って読み切り掲載された。ガメラ対宇宙怪獣バイラス以降の旧、大英ガメラ映画の主題歌、ガメラの強さを歌い、頑張れと励ます内容である。当時大英専務の永田秀正が作詞、 音楽を担当していた、広瀬健二郎が作曲した。演奏は、大英児童合唱団、大英レコーディングオーケストラ。大英児童合唱団とは言うものの、実際にはその辺の子供を連れてきて歌わせたものだと、ただし、湯浅は語っている。歌詞は3番まであり、1番では、悪魔の虹、2番では、殺人音波、3番では、宇宙怪獣が登場し、それぞれ対バルゴン。 タイニャオス、タイバイラスを思わせる。それぞれ、火炎噴射攻撃、噛みつき攻撃、回転ジェットによる、体当たり攻撃が、技として挙げられている。同じ作者、演奏者による、僕らのガメラも使われた。こちらは、ガメラの大きさ、各種の技、戦車のような、強さ、僕ら子供たちの友達であることを歌っている。二十世紀末、中国において、 6500万年前の地層から新種のカメの化石が発見され、怪獣ファンでもあるカナダの古生物学者によって1993年にシネミスガメラとの学名が付けられた。甲羅の後方左右についている浴場の突起物が飛行するカメを思わせたため、無論実際には飛行するためではなく水中を泳ぐために適応した結果の形状だと考えられている。 そこから飛行するカメイコール、ガメラと連想したようだ。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。